そうですね、気合い入れて自分の本性を出して頑張ります。今日は、一番得意なパターンというか打撃と思うし、グラウンドとか大きく分けるとしたら、波川選手どちらで自分は打撃でいきたいと思います。もう全部決まってたらもう腹決まりましたよね。そっか、敵とみたいな。はい、そうですね、もうデビュー戦なんで何も考えずガンガン前に出たいと思います。あ、自分はこのように、前田道場と高田道場の対抗戦みたいなそういう舞台でデビューさせてもらって本当に自分は恵まれてると感じてます。はい、これもうガンガン行くしかないですよね。はい、ガンガン行きます。周りが全員他の人たちといってもだけど山本さんとか金原さんとか和田さんとかいるんで、心の面ではリラックスできますけど、やっぱりファンとかはちょっと違うと思うので緊張します。あんまりそんな緊張することじゃなかったもんね、リブ戦から。あ、そうだけど緊張します。でも緊張してても久しぶりに試合できる楽しさもあるじゃないですか。それは嬉しいです、はい。タックルとか微妙に踏み込みが深くなったとか速くなったとか当たりの位置がいいとか、そういう結構クロード的な目で見ててほしいです。じゃあ打撃じゃないとこ見ればいいんだ今日は。そうです。いや、だけど打撃も頑張ります。Yeah!
開始だ。さあ、どこどこ、モンキーです。モンキーか、はい、
残り時間30秒。なんとこれ、ちょっと SF 取りんで、SF 取りんで。
パンチと違って聞かなそうで聞いたり聞いてそうで聞かなかったりと止まれますね。グローブとちょっと間合いが違ったり全然違いますね。ありがとうございました。なんか練習したことがやっぱり活かせないような予定でしたか。そうですね、グラウンドに持っていければ自分の有利だったと思うんだけど、ちょっと打撃何発か食らってしまったんでそれで戸惑ってしまいました。ダメカー選手、印象はいかがでしょうか。ガッツのあるいい選手です。僕はそう思います。どうですか、リングスもう一回って感じですか。もう一回ぜひ出たいです。次からはもっともっと練習してこんな悔しい思い絶対しないようにもっともっと練習したいと思います。納得ができません。デビュー戦がいきなり同情抵抗戦みたいな形になったのでプレッシャーってのもありました。それはあったと思います。セコンドの声とかビューに入りました。はい、入りました。お客さんの歓声も入りました。悔しいです。これからどういったタイプの選手を目指したいと思ってますか。はい、バランス、そうだ、打撃、寝技、バランスの取れた、そういう格闘家になりたいです。